¡Gracias!
はい。あと何かございましたらご一緒に受け継いで。Gracias.
皆様57ページお受けになられましたか。レギハヤマさん
さん昭和33年ですよ。何されてましたか。生まれてない。そうですね。そういう方もいらっしゃいます。では始めたいと思います。こうなったらもうあれが言うんですけど、
昭和22年、平野綾子さんが来ましたね。港の家を変えて平野愛子さんの声です。では、行ってみたいと思います。
51ページ。昭和25年です。岡本敦郎さんが歌ってます。そうですよ、その曲ですよ。ここ来て歌われますか、畑さん。では、白い花の咲く頃。51ページです、赤い本の。美しい姿です。譲り合ってどこ押しつけますか。はい。昔？最近？
あった。皆様は42ページをお開けください。赤い本ですよ。マリナさんの聞いた？そうです。さっき歌ってたよね。千葉薫さん。小説やったから。